明神寺は、和歌山県新宮市にある新言宗の天寺。神宗神社の本寺仏である、愛禅明王を祀る。かつて神宗神社の管理運営、特に修理造営を担った神、創生の拠点、神宗本願の一つ。明神寺は、古くは縁人により天台宗の寺院として創建され、縁人混流と国名された、北極洋石碑が境内に伝わる。寺殿は、 天人元年に永信理が入寺したことをもって解散とするが、これは中世末期に熊野美国を統率するために、明神寺が天寺になったことを指すと解するべきである。第治三連には白河院が熊野美幸の折に同社を造営したが、その際助官の一人が帰京せず、当地で出家して、明神寺に留まった。このには、明神寺と交し、明神寺の中高となった。 鎌倉木には、宝刀国資格心が、母と共に住んだと伝えられ、この時期からは、臨在州に属するようになった。佐藤志は、臨在州宝刀派の階祖である一方、ひじやび国の組織化を図ったと言われる。明心寺も、その影響下で、神創生や、熊野びくにを統率する神創本願になったと考えられている。貴族風土記にあるように、 上総神社の造園修理を担う神総本願には、妙心寺のほかに、下言院、宝石院、山岳院があり、他の三つの寺院はいずれも、修験検体寺であった。しかし、南北朝期の動乱で荒廃した上総神社の復興に際しては、もっぱら妙心二寺が、肝神権を掌握した。延徳元年には、明神二寺の明順二が、上総神社の最高のための肝神を行い、 さらに大英年間から京六四年まで、弟子の勇珍にらと共に諸国をめぐって、法画を募り、これによって、最高を成し遂げた。この功績により、天文元年には、本願職が改めて許された。天正十六年十月十六日には、豊臣秀長の木材奉行の放火により、上僧神社が消失した。翌年には、勇心にのほか、 金倉某介信及び熊野新宮の落木予防、行万の二人の主言者の協力を得て、最国9カ国に肝心に赴いている。とりその後、元奈年間までに、新言衆に転じたものと見え、元奈八年七月付の、明神寺由来に、新言衆を終始とする旨が記されている。慶安年間以来、熊野散山の社鮭と本願との間でシャムをめぐる、紛争が続いたことから、 遠方3年に自社奉行が介入し、本願寺は修験を廃して、本願の職に専念するよう申し渡した。この時、明神寺以外の本願は修験を廃することを拒んで、退転し、明神寺のみが神僧本願に留まった。しかし、遠方3年の自社奉行の採挙の後も、本願書に対する規制は厳しくなる一方であった。元禄年間には、肝心活動は、 抗議の許可なくして話し得ないこととなり、教法6年以降は熊の散々造営のための肝心状が抗議から発されるのが通例となるに及んで、本願活動は有名無実のものとなった。その後も引き続く社中と本願の総論は、遠京元年に再び自社奉行の介入を招いた。延京の最挙では、本願は社中の会にあることが明確化されただけでなく、 宮社破損の際の補修の願ではもとより、治む福犬すら認められなくなった。これ以後、明神寺をはじめ、神宮の本願書は困窮の度を深めていった。完成五年には、高辻大納言、種永の女亀姫が入寺し、それ以来、京都の苦行家の即序を十事とする、門跡二字としての格式を献伝したが、常実のような事情により、本願とは名目に過ぎなかった。 明治の神仏分離で、上荘神社と分離され、最後の十字、丁田からにが、桜本世を名乗って現属してからは無重化した。今日では、熊野早玉大社の管理下にある。毎年2月6日に行われる、ご当祭では、上り子たちが上荘三条に登る前に参詣する決済の場となっている。木鉢宅発用の木鉢。 宝刀国士が上倉山に登った際に寄進したと伝えられ、その際に所持した竹の杖も現存する。高さ11センチメートル、合計18.5センチメートル、木製の素地に黒漆が型塗りされたもの。和歌山県指定文化財。JR 帰省本線新宮駅下車熊の交通、奈良交通の路線バスで、裁判所前下車、または徒歩約15分。 ありがとうございます。